えー、皆さんはじめまして魂の道しるべソウルパーパスの時間です、えー、私の名前は森弘樹と申します今日は初回でですね、えー、今日からこの番組を持たせていただいてね、えー、皆さんにそうだなまだいろんな僕の経験だとか、えー、僕の魂の声とかそういったものが届けられればなと思ってますこの番組では メールアドレスは 797-fmginoan.com、ね。また、FMGINOWAN ではツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています。f m g i n o と検索してもらいますと、 すぐに出てくるのでそちらもお楽しみくださいまたサイマル放送も行っているのでスマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きくださいツイッターも連動してますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いしますはいということで始まりました新番組ソウルパーパスというお名前なんですけども、はい、なんかネーミングのチョイス、うん、意味とかあるんですか 悩悩んだんだですすよよいいろいろねねタイトル意外ととちょっと悩みまなかなか変えられないですからね。でまあ,あの他でねここの FM 広間さんでどんな番組やってるのかなともちょっと拝見しながらそれで、まあ、僕自身が何ていうのかな魂の目覚めっていうのを感じたんだよねお<ー>でね、まあ、今やってる事業が医療系の事業と、はい、福祉系の事業をやっていく中で。<laughs> もともと全く畑違いの仕事をしてたんですけどもああそうなんですね、はい、それでなんていうのかな魂の覚醒って言ったらちょっとおどろおどろしいんだけど、はいうん、やっぱりなんかこターニングポイントが来て、はい、で自分の在り方そのものを人の役社会の役、えーはい、に立てるためにもっと自分を目覚めさせるっていうかねお<ー>んかそんなそんな思いに、えー、お使命を感じて。はい でどうしてもその「魂」っていう言葉を入れたくてはいやりましたおということで自己紹介を軽くお願いしましょうか森さんのはいわかりましたえっともともと生まれは兵庫県西宮であい兵庫の沖縄ですねそうなんです沖縄に来たのはちょうど18年かなおおすごい結構長くはいで まあ、兵庫で生まれ育ちそこから東京で東京に行って東京で働いたり、はい、海外アメリカロサンゼルスにも7年ぐらいいたことがあって<ー>、はい、で、まあ、要はもう僕60歳であ61か、はい、今61バブル時代だったんですよねあそうなんですねそうだからバブルを体験してもう本当にうに、ん、いろんな意味で勘違いを起こしたり調子に乗ったり、はい、で, <laughs> でそこでまあ燃え尽きるような感じになって。はい でえー、その仕事から離れ生き直しをするために沖縄に来たのが18年前ですね。へなんか沖縄に縁があったとかっていうのはあるんですか、はい、いやもうね、はい、多分あの都会の生活で疲れ果てて、はい、ボ,ロボロボロになり家族も離れ仕事ができない状態になって、はい、あの依存症にかかってしまってねお<ー>それで、うん、ふと。 そうだなやっぱり「あこれも魂かな」がこう喜ぶところ、はい、え回復するところってどこだろうなと思った時に沖縄っていうのが出てきて,って,て,きておじゃポッと沖縄が思い浮かんですよあっ旅行ではね沖縄が来たことあったっあ,たことあ,ってあなるほどなるほどでもね沖縄と思ってもなかなかそういう行くチャンスとかってね、はい、ないですよね確かにないですようん 沖縄の施設で員じゃあそっからずっと沖縄に絵があってということで。はい、で回復支援施設で回復者と関わりながら僕自身が当事者なので、はい、当事者カウンセラーピアカウンセラーっていうんですけども、はい、ピアカウンセリングをしながらその施設の運営をやりながらへえ<ー>、はい。でその生きづらさを抱えてる人っていうのが、はい たくさんいらっっしゃってうん、うん、僕自身は依存症っていう病気から回復したんだけども、はい。他にやっぱり他の疾患とかねうん、うん、他ほかのことで、はい、生きづらいなと思ってる人ほんたくさんいるからあそういう方々も関わることが多かったんですねだからやっぱりその貧困で苦しんでる人とか、はい、DV で、えー、被害者の方とかねあとはなかなか仕事がうまくいかないとか、はい、自分でうん の思い込みからこう,うまく逃げれないとか<ー>で社会でなじまないとかっていろんな方がいらっしゃって、はい、でその人たちの希望,で希望にもなりたいっていう思いで、はい、でその回復支援事業からその周辺事業ですね、はいえー、訪問看護ステーションとかんん居宅の支援グループホームとか、えー、あとは最近去年1年半前に1年2か月前か、はい、社団長で、えー「ハンナ心クリニック」「絆の愛心クリニック」っていうのを。 したんですねへえ精神科診療内科とあとカウンセリングをやってるクリニックでデイケアもやってますね昼間の居場所なるほど茶碗トータルの心のクリニックということで今活躍されてるということなんですけど最近なんか「沖縄タイムスにもあ 乗られたすごい結構一面乗ってましたねそうなんです見ていただきましたかはい、はい、ありがとうございますこちらどのような取材だったんですか内容的にこれはね最初はあの県内の女性のアルコール依存症についての取材だったんですね、はい、女性女性が急増してるっていうのが<ー>、うん、なんとなくイメージあれですけど男性が多いのかなっていうイメージだったんですけど、ね、今まではそうだったんですよはい、はい、それがコロナ以降、うん、女性のアルコールの 問題っていうのがすごく多く多なった、はい、っていうので「オキナタイムズ」さんがね<ー>取材に来られてうちのクリニックはその依存症の方も多いので,、はい、でそこから始まったんだけども記者さんがその我々の取り組み、まあ、僕そこのクリニックのオーナー,、はい、あーでドクターではないんですけどもオーナーなんですけども、えー、とそこで働く人僕自身も回復者で働い,、はい、働いてる 医療従事者、はい、メディカルスタッフの方も多くの人が回復者スタッフが多いんですよ。はい、へあじゃあもう一度は自分も経験したことがあって、まあ、気持ちが分かるっていうかう痛みが分かるなかなかそれって経験しないと全然分からないですよね。なんですんなので患者さん利用者さんも、はい、やっぱりねちょっとこうなんていうのかなうれ嬉しいっていうか相談しやすい感じ。 まあ、なんか共感してもらえる。な,なかなかでも、こういうのって共感、まあ、悪いことだから、共感って。しづらいじゃないですか。自分は軽減しないとね。はい、ちょっと。わからない痛みだす、ね。たしかに。なので、そのワーカーさんとか。はい。ええー、まあ、いろいろお手伝いしてくれて、ドライバーさんとか、調理人さんも含め。はい。いろんな方が。関わってくれてるんだけども。多くの人が、その何らかの痛みから。はい。え、回復して、今。一生懸命こう。 社会のため人のためにやってるっていうこう自分のね理念を持った人が集まってくれて看護師さんもそうですね看護師さんも回復者の人が何人かいてだからねその話をした時に沖縄タイムズさんがそれはすごい取り組みだと日本でもやっぱりなかなかね回復者がクリニックを運営してドクターがそこのサポートに回るっていう新しい取り組み。 なるほどアメリカではあるんだけども日本ではほぼ初めてじゃないかなっていうので,あ<ー>で意外とそうなんですね。うん、そっかお医者さんがいて、ま、治療する精神科医とかあよく聞きますけど、うん、なんだろうお薬もらうだけじゃなくて、うんまあ、トータル的に相談を受けたりとか、はい、あなかなか少ないんだん、ね、なん少ないえー、えー、やっぱり僕も精神科の昔ね通ったことあったんだけども、はいはい、やっぱ行くのもちょっと勇気がい,いって。 精神科に通ううそですよね精神科も全てじゃないけどやっぱりちょっとこううつむき加減に中入っていって空間スペースもなんていうのかなちょっとしんみりどんよりしたはいですよねだって明るいわけじゃないじゃないですか病院自体も。だから行くのも自分の病気を認めるのも怖いしねそのイメージをちょっとねもう少し行きやすい感じにしてそれで。 えどちらかというとその本当に悪化悪くなる前にちょっと相談に行くところっていうポジションかな<ー>そういう感じがいいなと思ってなのでうちのクリニックはあの教会の1階にあるんですよ。あじゃあ教会が上にあって下が,下がクリニック。へえ。 なのでそのなんかこう守られた感じ安心感もあるし奥まったところなので割と行きやすい働いてる人も、はいえー、当事者の人も多いしいろんな痛みから解放されてるスタッフさんも多いしあ<ー>雰囲気も、えー、明るくてね火がいっぱい入ってきて、はい、へで天井も高くて。 すごいいいところですね病院自体もぜひ一度来てくださいね見学からいう方はとても多いんですよあそうなんですかじゃあ本当にちょっと少しでも悩みがあったりとか気になることがあった方も実際来ていただければちょっとした相談でもね診察はなかなかねドクターが今お二人関わってくれてるんだけどもえっと予約はなかなか取れないぐらいの相談はあってってことはそれくらい 多多いいってこことでで、ねうん、ですすすねねの分分母母がが<ー>だから我々カウンセラーがあの診察はできないんだけどもお話聞くとかねちょっと疲れた時にちょっとした相談に来られる方とか、はい、っていうのもいらっしゃるしななるほどなるほほどど、うん、でデイケアでとりあえずその自分の居場所の一つとしてさっきも言ったように明るくてね割と BGM も流れていてお昼ご飯も美味しいのがタダ、えー、で食べれたりするから。 だからデイそうなんですね、うん、じゃもう本当にんだろう、うんまあ、例えばこの、まあ、何かをこういう依存症とか抱えてる人たちってそういう人たちばっかり集まってたりとか専門のイメージがあったんですけどごっちゃにすることで、うんまあ、行きやすいですよ、ねうん、別になんか分からないじゃないですか言わないとね,ね私が依存症とか言,って言わないと。はいうん なんかそういうのも生きやすい一つなのかなっていう。うつ、ねうん、の人もいれば、他の精神の疾患を持っている人もいれば、うん、依存でもアルコールの問題ある人とか、はい、ギャンブルゲームっていうのも最近多いですね。<ー>あとは、えー、統合失調症と呼ばれる病気の方とかね、はい、そういう方がやっぱり一人でお家で悶々としてても、はい、気分も、ね、どんどん落ちていくし、なので、えー、昼間 そこの場所で、まあ、みんなと一緒にいろんなプログラムをする人もいるし、ただ来て。ええ、自分でその本を読んで過ごしたり。ああ、そういうこともいるんですね。そういう方もいらっしゃる。図書館帰りできたりとかね。あ、なるほど。ちょっとした合間に。そのスタッフさんとお話をするだけでもね、気分が紛れるとか。ほうほうほう。いろんな方いらっしゃいます。へーじゃ、ああれですか。いく。行きたいなと思った方とか。予約とか特に。 まず、はい、えっとデイケア利用するには一回診察は必要なんですね。はい、ああ、じゃ先生の診察が一回必要。はい、で見学をしていただいて、うんうん、ご本人があここいいなと思ったら、はい、えー、その手続きあるんですけども、はいはいあじゃあそれをまあした上で通われる方が多いですね。日曜日も空いてるあ土曜日も空いてるんで。はいはいはいあいいですね。うん、<ー>はい、それが最近の授業で。はい。 まあそこの「ハンナこころクリニック」が今回番組の提供もねやっていただいてる,るということです。はい、うでどうですか皆さん、うん、なんか卒,卒業っていうんですか、うん、こう,こうでもそっか診療して心が元気になっても来る方とかももちろんいるってことですでもやっぱり卒業が 一つの大きいね目標なんでご本人さん状態が良くなってきて次のステップ今まで仕事がねお休みしてたけど職場に戻るとか次のステージ次の場所でまた活躍する準備ができて戻るとか時々遊びに来てくださるとかねい嬉しいですねんかそれは。んかねこのラジオを発信していくってなった時になんか 思うことがあったんですか,なんかラジオで発信したいこととか、はい、えっとね全く自分で番組を持つなんて本当考えてもなかったんですねあそうなんですかそうで<ー>時々な何とか前の施設の時に「はい、え体験談をお話してください」って呼ばれたことがあってあ<ー>こちらにも2回ぐらに回い来たかなあゲストでその時はゲストで何か所か出て、はい、だったんだけども今回ねある大きい病院の,あの理事長先生から「はいはい」 えとまあ、面談をして仕事の話が終わった時にこう言われたんですよ、はい、あ,んあんたの声はね、はい、こ人にこう届く声だから絶対になんか番組をやって多くの人になんかメッセージを届ける役割をしなさいって言われたおじゃあその先生のそう後押しいあったんです、ね、それでもうその帰りにすぐ電話したんですよこちらにああなるほどそれでそう それでそっからです。で、そっからね、じゃあちょっとすぐ来てくださいで、ね。そう、トントンとね。え、あ、嬉しいですね。うん、なかなかラジオを勧められるってことはあんま人生でないんじゃないかなと思うんですけど、ね、そのきっかけがまさかね、その理事長の先生ということで、ねうん、やっぱり<う>なんだろう、まあ心をちょっと病んでる方とか、うん、まあ生きづらいなって考えてること考えてる方に、うんうん、まあこのラジオ ね、ぜひ届いて、はいまあ、もし沖縄で困ってる方とかいたらぜひなんかね、うん、そう寄り添える場所という,かそう寄り添いそれが本当キーワードです、うん、あの僕もあと僕の周辺のスタッフさんたちも最近、はいえー、も何度も言いますけども本当に苦しい状態のところから回復して今社会で活躍しててみんなが何ていうかな今生きづらいなと。 思っててる経験をして、はい、その時に自分のモデルになるような人う自分がこうありたいなこうなりたいなっていう人に出会えて、はい、その人からのメッセージで、えー、よし僕も私も頑張ろうと思えたうそういう経験してるていので<ー>だからねもう本当に僕もそピアカウンセリング当事者カウンセリングをやりながら、はい、リカバリー回復のリカバリーコーチっていう役割もやりながら<ー>あとはその他のパーソナルコーチもやるし。はい えー、そうですねなんか本当に希望が持てる<ー>、ね、これから活躍できるんだよするために支えるよ寄り添うよ伴走するよっていうのをやっぱ伝えたくてなんか私のイメージというか、うん、偏見かもしれないんですけど、うん、なんか以前職場が弁護士事務所に私いたことがあってその時、まあ、自分が弁護士とかではないんですけどはい、はい、先生がこの。はい 相談受ける結構その破産とか債務系の事務所だったので皆さんギャンブルとかでちょっと借金抱えちゃったとか失敗しちゃってとかっていう方々が相談に来る弁護事務所だったんですけどやっぱり弁護士の先生が参っちゃっててそれでうつ病に先生がなっちゃったりとかっていうのを聞いたことがあって相談を受ける側も。 どうですか<っ>なんか気になるなと思って相談する側もねもちろんちょっと助けてほしいという気持ちがあってだと思うんですけどやっぱりねそれはぶっちゃけあるんですよ。り本当に苦しい、ね、お話をこう傾聴、はい、してじーっとも本,本人に入り込みないすぎる程度にお話を聞かないといけないけど、うん、やっぱりどうしてもね<ー>自分と経験がかぶったり、はい、共感が多くなってくると。うんうんうん 入っちゃうんです,ねですよね,ね、うん、入るとそのエネルギーに当たるっていうことあるんですけども<ー>もそれは本当にね、まあ、それも解消する方法とかがあるので、はい、ああじゃあもうスタッフさんはもうそういう対応に慣れてらっしゃったりとかなるほどなるほどだ、うん、からどっちもなんか大変だろうなと思いつつ、うん、でもこのちょっと隠れ うん、隠れる、まあ、精神科とかもあんまり言いたくないじゃないですか精神科に通ってるとか、ねはい、っていうそのちょっとマイナスな、ね、イメージを、うん、この明るい病院の雰囲気、はい、クリニックって言ってるのもすごいなんかいいなと思いますし、はい、なんかそういう皆さんの取材もねあの全然顔出しして出されて笑顔で写真載ってたりするのいいなと思って全然恥ずかしいことじゃないし今頑張ってる人たち おっしゃる通り。ね、なんか、すごい、輝いてるってか、軽いなって思うんで。本当に、それ、その、メッセージ伝えたくて。あ、そうなんですね。なんか、本当に行きやすい。なんか、クリニックなんだろうなと思いつつ。ね、ここに通って、元気になってるってこと、ね、多くの人に、私も見てもらいたい。っていう思いの方が、新聞の取材を受けてくださって。へえ、じゃ、なんか、本当に雰囲気がね、伝わりますよね。なんか、ホームページとかも明るくて、なんか、いいなって。 思いましたありがとうございますでもなんか今後はそういう、はい、情報発信というか、うん、ま経験も、ね、ぜひなんかお,はお話いただいて、はいはい、で一回ちょっと CM を挟んで、はい、いきたいと思います、はい、あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それが「ベタニア・チャージ」です 苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニア,チアチ海が好きだった父決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人をしのぶ場所お墓24時間365日三国にご相談を三国株式会社 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ 高級安食パことで c m 明けエンディングが近くなってまいりましたが、初めてのラジオどうでしたか。<laughs> うん、なんか思った非常にいろいろお話ができたかなと思います。はい、よかったです。はい。でこっからね、はい、あのまあテーマもね、はいえー、魂の道しるべ、ソウルドパーパスっていう、はい、我ながらあいいタイトルだなと思って、うんそこにこうなんていうかな。 えと近づけていくというか、はい、その魂のメッセージとかね皆さんの希望になるようなことがどんどん出していければなと思ってます。ねそうですね、金曜日の10時はぜひ皆さんなんか気になったりとか、まあ、ちょっと傷ついちゃったちょっと相談したいっていうことがあれば是非是非 FM ギナーのメールまであの「魂の道しるべ」ということで懸命書いていただいたらあの森さんに届くので、はい、ありがとうございます 797‐gmail.com までぜひメールをお寄せくださいで最後になりましたが、はい、えと今ね今日はあの収録であの放送してるんですけども、まあ、収録があったり生放送があったりしますので、うん、ぜひぜひ皆さんどちらともお聞きいただければなと思っております、はい、何かなんかリスナーさんにメッセージとか最後ありますか、はいえー、そうですねもう本当に 人生61年今費やして一生転中札ってある方に言われたんですけども本当にアップダウンの激しい人生だったんですけどもちょっと森さんの若い時もんか気になられてちょっう言いたいけどいろんな本当に一言で喋れないぐらいの上がったり下がったり大忙しの人生だったんだけどもやっと全部に意味があったなって思 思い始めてあのためにこういう苦労があったんだなと。すすごいでねそれをね多くの人に聞いてもらって希望にもしてもらいたいしやっぱりどんなどんな命もどんな人生も喜ぶためにここにあるんだ生まれてきたっていうね本当に僕はもうどん底の経験もしてるしねっ。 いいろんな経験してるので、はいはい、それが誰かの何かの今苦しんでる人以外の人でもね、うん、これから世では、えー、頑張る人とかうん、うん、もう一踏ん張りするので後押しが欲しいとか僕の拙、まあ、い人生の経験の中でも何か道しるべになるような、ね、言葉を聞きたいとかっていう人のお役に立てればと思ってお<ー>、はい、なかなか FA 右の案にないなんか新しい番組なので,でちょっと楽しみというのもあるし、はい、ねぜひなんか。 私も一緒に携えていけたらなと思っております。はい、ということで、はい、本日はお時間となりましたので、えっ、ー、と、この辺で。失礼したいと思います。森さん、はい、ありがとうございました。はい、ま,したまた。はい、また来週ですね。よろしくお願いします。はいはい、ますありがとうございます。